はい、では国中さん、今回お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、まあ、今回ですね、国中さんファスティング3日間チャレンジしていただいたんですけども、まあ、初めにお伝えしておきますと、彼はですね、私の後輩ですですね、まあ、スポーツトレーナーをやっている国中先生なんですけども、まあ、いろいろ悩みがあるということで、ファスティングをですね、ぜひやってみてはどうかということで、今回3日間ですね、やっていただいたんですけども、まあ、なかなか素晴らしい結果が出たのでですね、今回インタビューさせていただきます。はい、まあ、ファスティングされる前ですね、まあ、どんなお悩みがあったんですか？高校3年生、まあ、野球やってたんですけど、3年間、うん、まあ、その時は結構いい体格で、まあ、体重も68ぐらいあって、はい、まあ、小柄ながら体格はしっかりしてたんですけど、はい、まあ、引退して、で、職場が、まあ、お寿司屋さんだったんですけど、はい、まあ、お寿司をまあバクバク食べまして、うん、まあ、体重は、まあ、一応減ってったんですけど、うん、まあ、筋肉も落ちて、まあ、ただのぽっちゃり体型になりました。まあ、それからまあ結構ズルズル行って、ファスティングやる前はそんな感じですね。あとは、まあ、あと、まあ、高校生の時からずっと、まあ、便秘がずっと悩みでしたね。うん、便秘っていうとどのくらいの便秘だったんですか？あ、もう結構もう3、4日に1回出るかなぐらいですね。そうするとね、実際出るときちょっと辛いですよね。切れ痔ですね。そうですよね。まあ、結構そういう便秘で悩んでる方はですね、まあ、女性に多いかとは思うんですけど、男性も結構悩んでる方多いかと思います。あとはやはり、まあ、お若くてもですね、まあ、部活動を引退して運動量が減ってしまって、筋肉がある人特になんですけど、筋肉が落ちて体重が落ちるんですけど、まあ、基礎代謝が減ってしまって、はい、まあ、食生活ももちろんあったと思うんですけど、はい、そういったところでこう、はい、悪いものが溜まってしまったっていうところですよね。まあ、彼も仕事上ですね、やはり体をこう動かすように指導する立場ではあるので、まあ、自分自身の体をまずは何とかしなくちゃいけないなっていうところで、まあ、ファスティングしていただきましたね。はいはい、まず、まあ、その前の段階なんですけども、そういったところ、まあ、お腹周りだったりとか便秘の悩みに対して何かご自身でしていたことってあったんですか？まあ、お腹周りは、まあ、高校生の時、まあ、監督から教えてもらった、まあ、体幹トレーニングを、まあ、自分なりに全部メニュー変えて、はい、まあ、人に指導する立場だったので、はい、まあ、それをまず自分でやりながら、まあ、メニューを変えてたんですけど、うん、それに加えて、まあ、自分でよく体幹トレーニングと、まあ、あとは趣味の、まあ、結構長距離が好きだったので、はい、まあ、マラソンとか、まあ、水泳とか、うん、まあ、趣味結構多趣味で、登山とかもよくして、はい、まあ、動いてはいる方なんですけど、うん、まあ、中の結構お腹周りは、まあ、そんなに変わらなくて、うん、まあ、足も走れば逆に引き締まって、まあ、足自体は脂肪はそんなないんですけど、うん、まあ、なんだろうですかね、結構お腹中心性肥満みたいな感じで、うん、手足は細いけどお腹はぽっちゃりみたいな感じでしたね。はい、便秘に対しては何か便秘は、まあ、自分なりに結構調べて、はい、まあ、一応医療系の学校出てるので、はい、まあ、調べて結構、まあ、水分飲んだりとか、あとは、まあ、食物繊維多めの芋系ばっかを食べてたんですけど、そんなですね、まあ、2日になった時は一時期ありましたけど、まあ、続かないです。はい、そうですね、まあ、国中さんの場合運動は本当によくされる人ですし、まあ、食べ物もある程度気をつけていたとは思うんですけども、結局その根本的なところですよね、根本的なその腸内環境っていうところがなかなかこうリセットできる状態ではなかったので、まあ、便秘もなかなか改善しなかったっていうところもありますし、あとやっぱり有酸素運動で脂肪が燃えるって結構皆さんご存知かと思うんですけど、説明させていただいたんですけど、有酸素運動とファスティングの脂肪燃焼って100倍違うんですよね。はい、100倍違います。100倍違います。なので、運動も大事なんですけど、まずファスティングでリセットして、その後にもちろん運動していただく方が、もう一番効果的に手っ取り早く脂肪を燃やせるので、まあ、それを試して
見ようということですね、今回やっていただいたんですけども、はい、そうですね、まあ、3日間あのチャレンジしていただいたんですけども、まず効果としてはいかがでしたか？いや、まず自分で驚いたのは体重ですね。体重最初測った時、まあ、53、4キロだったんですけど、はい、まあ、ファスティングやって、まあ、1日目測ったのが、まあ、一番、まあ、1日目というか最高が下がったのが 48.2 キロでも、まあ、5、6キロ落ちてるのが、ね、まあ、体重乗ってこの体重結構壊れてるんじゃないかと思いながら、はい、うん、まあ、それは同じか、あと体脂肪率も同じように相当減りましたよね。相当減りましたね、うん、ちょっとね、はい、尋常じゃないくらい減りましたね。全部 7% ぐらい減って、もともと 12.4% で、はい、まあ、高い方ではなかったんですけど、はい、そこから 5.8 ですよね、はい、驚愕でした。 5% 台人生初だと思うんですけど、はい、まあ、ファスティングじゃないとここまでやっぱり脂肪、まあ、3日間ですよね、はい、こんな短期間で燃やすっていうのはまあありえないですよね。びっくりしましたね、はい、うん、まあ、あのお写真もね見せていただいたんですけど、はい、本当に体が締まったように痩せましたよね。ファスティング筋肉を落とす、落とさないで脂肪だけ落とすっていうやり方なので、あの本当にこんなに効果出た人は、ね、はい、もう私のサポートした人でも、まあ、初めてですね、はい、すごい効果が出ましたね。そうですね、最初は半信半疑でしたね、うん、筋肉だけ落ちないで、うん、中だけ落ちるなんて、うん、そうですね、ドリンクだけみたいな感じでした、うん、まあ、でも体のことをね勉強されてる方なので、理解すればあの当たり前っていうことは分かると思います。はい、はい、あと、あの便秘に対してはどうでしたか？便秘も、まあ、最初のファスティング期間じゃなくても準備食の時に、うん、もはや1日おきに出てましたね、うん、はい、しかもあの、まあ、ちゃんといい形した、はい、いい色の排便でした、うん、はい、そうですね、まあ、食べる量もそうですし、はい、食べる時間ですよ ね、 そうですね、あと、まあ、もちろん食べる内容っていうところを変えていったことと、あとやはりファスティング中は食べないので、まあ、腸内環境をリセットできたっていうところですよね、まあ、最後に宿便も、まあ、どっさり出たと思うので、それでもう完全にリセットして、ね、まあ、今ね本当に食事あの変わったっていうふうに聞いてるので、それでもう便もどん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 、今はどうですか、毎日出てますか？今は、まあ、毎日出るときもありますし、まあ、遅かれ1日おきぐらいなので、まあ、今まででは一番いい成果だと思いますね。まあ、本当に改善できてますよね、はい、ありがとうございます、まあ、そうですね、まあ、ファスティングでしかこうできなかったことっていうことをお分かりになってると思うんですけど、まあ、他の健康法と比べてこうどこか違うところっていうのはありましたか？まあ、ファスティング、まあ、専用ドリンクを使用して、まあ、まあ、内面的からこう落とすっていうものだったんですけど、まあ、今までは結構なんだろう、まあ、ダイエットもそうですけど、まあ、我慢するとか、うん、まあ、あれ食っちゃダメ、何しなきゃダメっていう、なんかその結構縛りがあるものだったので、はい、まあ、僕に関わらず他の人も結構なんていうんですかね、続かないと思うんですよ、うん、まあ、今回は3日だったので、まあ、3日坊主でもできるってことだったので、はい、まあ、安易にできたんですけど、うん、そうですね、そこに関しては何も縛りがないので、まあ、なんだろう、次の日が楽しみとか、朝起きて体重計乗るのが結構楽しみながら楽しくやれました、うん、はい、そうですね、まあ、結構本当にね、長期間続くっていうのも精神的にきついですし、かつその我慢ですよね、うん、特に食欲に対しての我慢っていうのは、あの何か制限するダイエットっていうのはきついっていうものはあると思います、うん、まあ、ファスティング実際お腹空かないですからね、はい、お腹空かないですし、やっぱり3日で終わるっていうのは、そうですね、あの大きいですよね、はい、まあ、3日坊主でもできますよっていうところですよね、3日は余裕でしたね、うんうん、まあ、本当に毎日変化が出るので、それも楽しみっていうのは確かにありますね、はい、 まあ、そこはやっぱり他の、ね、健康法というかダイエット法では、味わえないところですよね。短期間でこんなに結果が出るということですね。やめますね、まあ、そうですね、まあ、そうですね、まあ、今回そういったことでいろいろ効果、うん、あの
感じられたと思うんですけども、まあ、そういったところお悩み便秘だったりとかですね、もうお腹周りついてきたっていうところの悩んでる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、そういったとこ方に対してですね、メッセージをお願いします。そうですね、まあ、僕普段まあスポーツトレーナーをやってるんですけど、まあ、その時は結構チームメイトとか、まあ、他のアスリートにも、まあ、外面的なサポートと、まあ、メンテナンスとかあとトレーニングとかやってるんですけど、まあ、どうしても内面的食事面とかはさすがに何だろう、あやふやとか結構自信ないので、あんまりおすすめしたくてもできなかった面だったので、そこに関しては今は結構自信持ちながらチームメイトとか、まあ例えば患者さんとかに分かりやすく説明できるようになったので、そこに関しては本当にありがたく思ってますね。はい、そうですね、はい、まあ、ご自身だけではなくてですね、仕事にもこれから生かしていただいてですね、ぜひ、まあ、こちらの側にも立っていただいてですね、どん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 もっと勉強していただいて、はい、他の方にも広げていただくようにですね、頑張っていただければと思います。はい、そうですね、まあ、今回3日間でしたけども、まあ、とても余裕だったと思うので、はい、まあ、次5日間もぜひチャレンジしていただいて、ね、はい、どんどん体、ご自身の体もですね、作っていただければと思います。はい、では、国中さん、今回はありがとうございました。ありがとうございました。